皆様こんばんは、キースジャガーです。2020年6月の8日月曜日3時になりました。午前3時です。3時のあなた、こんばんは。会社帰るだけなんですけれども、ちょっとね、あの美濃谷から、マヤじゃない、生田川まで、新神戸トンネルご案内して帰ります。ちょっとね、夜は見づらくて、今の手前の阪神高速と書いてる方間違えていかないようにしないとダメなんですよ。阪神高速7号北神戸線の入り口をやり過ごしまして、ここ曲がってからもう一回曲がらないとなんですね。はい、看板ご覧ください。まっすぐ行くと国道428号線右に曲がりますと新神戸トンネルとなっております。新神戸トンネルは阪神高速32号線やったかな。終点まで行きますと国道2号線生田川の、入り口のところですね。阪神高速3号神戸線生田川の入り口のところに出ます。長さ約8キロ、8キロもうちょっとあるかな、8キロぐらいありますね。左手の合流になっているのはこれ、7号北神戸線美濃谷ジャンクションからの合流になってます。狭いね、狭いな、もうちょっと広く作ってほしいな。55m ですね。 8055m 現状ございます。あと制限速度60キロです。一応このトンネルは阪神高速32号線ということで、阪神高速 の渋滞情報とかもこちらでスマホのアプリとかで事前に調べて、このトンネルが混んでるのか混んでないのかとかね、調べてから来ることができます。まあ厄介なのが、例えば 200m、300m の短い渋滞であってもめちゃくちゃ時間かかるんですよ、通り抜けるのに、その 200-300m を。なのでちょっとでも混んでると私は通らないという判断もします。空いてない限り、通らないというかね、トンネルなんでね、逃げ場がないというか、混んでようが通行止めになろうがもうまたなしゃあないんですよね。勝手にバックするわけでもなく、脇道があるわけでもなく、なんかあったらどうしようもなくなるので、よっぽどスムーズであることが確認できないと私はあんまり通りません、この長いトンネルは。例えばこの中で事故したりとかね、した車がまあ火災とかするとしましょう。もう一発で通行止めですよ、そんなになると。じゃあどうするのかといったらね、それが処理されるまで多分トンネルの中で待たされるのか、それか警察が来て後ろ封鎖しながら誘導してバックで出てくれとか言って、そんなことになるのかちょっと想像がつかないですけど。ちなみにこの32号新神戸トンネルは、危険物の積載車両、まあ、危険物を積んだ状態の車は通ることができません。やめといてくれと書いてあります。まあ
こんなね、あの8キロもある長いトンネルで真ん中の方でボンとあの爆発したりして、あの車両火災とか言ってなった場合に、あの後ろ走ってた車とかが逃げようと思っても、ね、あの全長8キロでしょ、もう4キロのあたり真ん中あたりでそんなになってたりしたら、もう入り口の方向かっても出口の方向かってもどっちに向かっても4キロ、ね、あるから逃げるの大変じゃないですか。長いトンネルはそういうことがなるんですけどね。一応この動画は、ドライブの予習0095番、5番目の動画になります。で、なんで夜間撮影しているのかと言いますと、94番目の動画がちょっと撮影失敗したんですよ。この車で、この大型トレーラーで撮影したんですが、先ほど撮影する際にちょっとカメラを固定してた場所がちょっと後々調べてみたらグラグラやったもんで、動画を編集しながら気がついたんですけど、ものすごく振動が激しくてちょっと見れたもんじゃなかったんですよ。で、お蔵入りというかボツにしようかなと思ったんですけれども、0094番の動画というのはあんまりご紹介する機会がないというか、結構難所というかね、山登りコースなもんですから、あんまり貨物の車が通りたいような道じゃないんで、私もあんまりよほどのことない限り通らないんですよね。まあ、それをわざわざ普段そんなとこ通らないのに通ってまでご紹介したわけなんですよ、昨日。でちょっとね、そうやって画像がすごく振動でブレブレなんですよ。だからずっと画面一生懸命見ていただくと目がおかしくなるというか頭痛くなるかもしれないので、あんまり、ね、ご視聴はご遠慮くださいみたいなことにはなるんですが、私のこの喋りで一応ご案内している部分とかは、ね、残してもいいのかなというのと、あと振動が激しいんですけれども、一応ルート紹介ぐらいにはなりますので、一応、ね、あんまり通る機会がないもんですから、残すだけ残したいなと、ボツにして処分ということで、またの機会撮影しますって、まあ、またの機会も撮影するんですけども、まあ、いつになるかわからないので次がね、まあ、今回はとりあえず出来が悪いんですけど、出来が悪いっていうことを申し上げた上でご承知おきくださいということで、今回は、そのままアップロードさせていただきますので、で話戻りますが、この0095番は同じ車で本当にカメラの取り付け位置が悪かっただけなのかというのをちょっと検証するためというか、まあ、実験の意味もありまして、ね、普段はやらないちょっと夜間撮影やっております。一応グラグラしてた部分は固定し直したんで、これで画面のブレがマシになっているっていうことであれば、土台がグラグラやったんが悪かったんだなっていうことで問題解決しますので、まあ、次回以降の参考にするためにちょっとあえて撮影しております。今みたいにね、道路がガタガタしてる部分でそれで揺れるのはもう仕方がないんですけれども、ちょっとね道路がガタガタしてない綺麗な道路の部分でもガタガタしておりましたので、4番の動画は土台が多分ねグラグラしてたんがいかんかったんやと思うんですけど、何がいけんかったんかの確認のために撮影しております。まあ撮影するだけじゃなくてね、動画アップロードしていこうかなという気もございます。まあ、出口2カ所ぐらいね手前にあったんですけれども、その辺ちょっとご紹介してませんけれども、まあ、そういうことです。ご案内するというよりは、まあ、実験的な意味のある今回の撮影となりました。
一応ね、あの美濃谷の、入り口インターの乗っかる前から撮影して、今国道2号線までこうやって出てきました。この全長8キロのトンネルを渡り切った、くぐり切ったその時点での今10分30秒です。まあ、10分弱ぐらいで、60キロぐらいで走っても通過できるということで、参考になりましたでしょうか。はい、国道2号線です。でこれまっすぐこうやって行きますと、まあ、もうこのまま乗り継ぎできますのでね、現金でお支払いの方は、まあ、乗り継ぎ券とかがあったんじゃないかと思うんですけれども、左手が大阪方面、右手が姫路方面となっております。私会社帰りますので、このまま左に取って大阪方面に向かいます。阪神高速3号神戸線入りました。東行き、大阪方面行きです。生田川インター入り口から乗りました。生田川は、上下線とも入り口出口両方ございます。なのでインターというふうにご紹介しました。今回のこの撮影は一応実験ということで、そういう意味合いで撮影しております。なのでね、もう新神戸トンネルも撮影し終わったことだし、これ10分ぐらいの短い動画でやめさせていただいてもいいんですけれども、まあ、ちょっと夜どれぐらいね、カメラの撮影性能が落ちるっていう、劣化するっていうことで、ね、夜撮った動画があんまり出来が良くないっていうことで、もう夜撮影するのやめてるんですよっていう話を何回かしてるんですけれども、ちょっとどれぐらい性能が悪くなるのか、それも実験して帰りますので、尼崎ぐらいまで、このまま撮影継続したいと思います。一応神戸の夜景がちゃんと映るのか映らないのか、皆さんも見ていただければよろしいかと思います。いつもお昼通るとすごく渋滞してる場所なんですけれども、 400m 先、マヤの、出口がございます。マヤインターかな、入り口もあったかと思うんですけれども、マヤインター出口、普段なんでここが混み合うかと言いますと、今走っているのは3号神戸線なんですが、5号の湾岸線に乗り継ぎルートになっております。まあ、マヤで降りて信号がすぐありますので、右に曲がって、でまた次の信号すぐ左に曲がるようになってるんですけど、乗り継ぎルートかなりご利用される車が多くて、ほとんどの車そっち行きますので、ボーッとついていっても分かるんじゃないかと思うんですけれども、5号湾岸線住吉浜入り口という方に行くんですよね。でそこで乗り継ぎ、また新たに料金払わなくても、一応ETC の場合でしたら、まあ、そのまま通れますし、現金でお支払いの方は先ほど生田川 の入り口の料金所、あそこでお金払うときに5号湾岸線乗り継ぎしたいんですけどっていうふうに申し出ていただいて、乗り継ぎ券発行していただいて、その券を持って次住吉浜入り口に乗るときに、また料金所で今度お金を、5号湾岸線の料金所でお金を払うんじゃなくて、3号 の神戸線生田川の入り口でもらった乗り継ぎ券、それを渡していただいたら、そのまま通れるようになりますので、まあそういう仕組みが乗り継ぎという仕組みなんですよ。これ今一番新しい、もう最近の話でいきますと、もう ETC の時代になりまして、区間料金ではなく距離料金で走った分だけ払うみたいなことに阪神高速もちょっと仕組みが変わったもんですから、もうあんまり乗り継ぎの仕組み自体は ETC 車両はあんまり意味ないんですけれども、まあ、昔の名残というのもありますし、あと現金でお支払いの方は3号から5号に変わったらまた満額払わないといけないっていう、結構でかいんですよね。1区間だけしか乗らなくても全区間乗っても同じ料金っていうこと
がかかってまいりますので、だから乗り継ぎに関しては現金の方は必ずご利用された方がいいかと思います。で、今まで、かなり長い何十年とその乗り継ぎっていうことがあったんで、3号神戸線から5号湾岸線に乗り継ぐ場合は、マヤで降りて住吉浜で乗るみたいな、そういう乗り継ぎルートがあったんですけれども、今もう距離料金であんまり乗り継ぎルートはその関係ないっていうことなので、まあ最近よくやるというか、そのマヤからのルートはね、やっぱりね、定番ルートになってて、昔ながらの運転手さんみんなそっち回るんで大変混み合うんですよ。それが嫌なのでね、別に料金的に損しないっていう風に、もう料金体系が変わったのであればっていうことで、まあ私あんまりね、使わないっちゃ使わないけれども、このまま深江という出口があるんですけれども、深江で降りて、降りたところが国道43号線なんですけれども、なんていう交差点やったかな、深江の交差点やったかな、ちょっとそのままやったかな、ちょっと交差点名忘れましたけれども、右に曲がったらまた5号の湾岸線がありまして、今度深江浜入り口というのがあるんですよ。3号神戸線は深江っていう出口なんですけれども、5号の湾岸線は、出口も入り口も両方あるんですよ。で、深江浜インター入り口、大阪方面、神戸方面、どっち向きでも乗れます。まあ、深江で降りて深江浜で乗るみたいな、3号神戸線深江で降りて5号湾岸線の深江浜インター入り口で乗るみたいな、そういう乗り継ぎですとちょっと渋滞がマシであると行く分、なんせね、マヤから住吉浜までの渋滞がかなりきついんですよね。この先合流があります、注意してください。はい、これが魚崎の入り口かな、魚崎入り口。まあ、似たようなことで言いますと、西宮で降りて、ね、西宮本町という交差点がありますから、それを右に曲がってずっと行きますと、橋渡らないといけないですけどもね、西宮浜というところに出ますから、西宮浜でも乗ることができるんですよ、5号湾岸線でね。だから西宮で降りて、で、西宮本町交差点を右に曲がって、そのまま、まあ、すぐ何キロか走りますと西宮浜インターがすぐ、インターじゃないな、西宮浜入り口がございますから、そこから乗るっていうこともできます。はい、これが先ほどお伝えしてた深江出口です。まあ、深江出口は入り口がないんですよね。次、芦屋入り口まで入り口がございません。なので深井インターという言い方は私の動画ではいたしません。出口しかない場合は深井出口とお伝えします。意味わかりますか？深井出口、深井入り口両方ある場合のみ深井インターみたいな言い方するんです。そのインターっていうふうに世間一般では何でもかんでも呼ぶかと思いますが、私の動画の中では一応区別してますのでご理解ください。阪神高速3号神戸線大阪方面行き、制限速度60キロ、全線60キロですね、ほぼね。特殊な部分だけ50キロの部分もあるんですけれども、0094番、前回の動画でちょろっとだけ
お伝えしたんですが、本日私の誕生日なんですよね。2020年6月8日8日月曜日誕生日です。また一つ年食ってしまいました。誰も祝ってくれるわけでもないのに。先ほどね、あの日付変わりまして8日になってから、とりあえずあの弟の方から LINE が来まして、お誕生日おめでとうって。一応弟は祝ってくれましたけれども、まあ家に帰って別にケーキを食べたら食べたでね、あのメタボの心配をしないといけなくなるので、そういう甘いものを控えて普通に食事して風呂入ってみようかと思いますけれども、芦屋入り口があるかな、まだか、もうちょっと先か。ついてますよね。反対側の、 あの神戸方面向きはあの一気になしにこうやって来るんですけども、大阪向き全然いないですね。さっき1台あの抜かれた車が見えなくなりましたけど、何回抜かれました、何回抜かれましたかっていうか、後ろにも今遠くの方に1台見えてるだけで、大阪方面は目に見える範囲で言いますと1台2台、私入れても2台しかおりません。おそらく 500m 以上後ろ走ってる車が1台空いてるとね。まあ深夜の3時22分真夜中なんで、そんなに道中が多くはないんですけど、はい、芦屋入り口ですね。これ芦屋も入り口しかございません。出口は西宮出口がすぐございます。芦屋入り口、はい、この左車線芦屋入り口の車線なんですけど、もうすぐに 300m 先に西宮出口がありますので、出口までずっとこの車線残ります。はい、こちら西宮出口、この出口出られて、一番右車線寄っておいて西宮本町の交差点右曲がったら、あの西宮浜の方に行きますから、5号湾岸線に乗り継ぎされたい方は西宮浜行かれてもいいかと思います。その現金の方はダメですよ。あの乗り継ぎ証をちゃんと通らないと、あの乗り継ぎさせてもらえないんで、また新たに料金発生してしまうので、現金の方は前屋の出口で出て、で住吉浜の入り口から入って、住吉浜の入り口で乗り継ぎ券を渡していただくと。現金の方とか、ETC カードは持ってるけれども車載券持ってないよみたいな方は乗り継ぎ証を通っていただかないと仕方がないんですけどね。今、名神
高速の西宮インターに入っていく分岐がございました。3号神戸線から名神高速の西宮インターに入る、直接入れるっていうのはこの東行きのみです。反対向き、神戸方面行きの西向きの方は一旦降りてからじゃないといけないんですよ。道路がつながってないんですよね。なので大阪方面から神戸に向いて走ってて、西宮インターにそのまま行って名神高速乗ろうかなと思ってる方はそういう風な乗り方はできないのでご注意ください。一旦降りないとダメです。試合やってる時はね、ナイターのライトの明かりがものすごい明るいんで甲子園すごく目立つんですけど、ドライブの予習の動画ちょっと94番満を持して撮影したんですけれども、撮影失敗ということで出来が悪かったんで、ボツにしてもよかったんだけれども、あんまりねご案内する機会が、そう、機会自体少ない割に結構有意義っていうかね、海から山への抜け方っていうか、そういうルートなのでご案内する価値はありますから、ちょっとね画像に問題があるだけでちょっと説明はまあまあ丁寧にやっておるつもりなので、ボツにするのはもったいないんで残すだけ残しましたから、目が悪くなるよとか頭痛くなるよということなんで、あんまりね動画画面の方は一生懸命見ないようにしていただいて、耳で聞くだけぐらいにしてもらって、要所要所見たいところだけ画面見ていただくみたいな、そんなご利用の仕方で0094番の動画ももしよかったら見てください。まあそれ以前に六甲有料道路に関しまして何回も撮影してますので、以前の動画さかのぼって見ていただいてもいいんですけれども、まあさかのぼって見ていただく場合は私のチャンネルから再生リストというのがございますので、六甲有料道路っていう再生リストから見ていただきますと、同じルートですね、いくつか撮影したものがございます。あんまり画面がガタガタグラグラしてない方がいいよっていう方はそちらをご覧ください。はい、尼崎西の出口、これも出口しかございません。で、尼崎西を越えますと、尼崎パーキングエリアというのがございます。新たにできました。もともとは尼崎本線料金所ということで西向きのみです。阪神高速3号神戸線と西行き大阪を西じゃない、ごめんなさい、東行き大阪方面、東行きのみに本線に料金所があったんですが、その料金所が撤廃されまして、撤廃した跡地、広々としてますので、その跡地にパーキングエリアが新たにできましたと。あんまり台数止めれないのと、一応トレーラーは止めないでくださいみたいな黄色い看板が出てたりするんですけどね、結構混み合うんですよね。大型トラックもね10台ぐらいしか止められないみたいな感じで、ね、ほとんどいつ通っても乗用車もトラックも結構止まってるのかなみたいな、空いてることがあんまりないですね、そういったパーキングエリアです。はい、そんなところで動画終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。本日現在、おそらく119名かと思います。ありがとうございます。私のチャンネルに、ドライブの予習だけじゃなくて、モンスターハンターワールドアイスボーンのプレイ動画とか
ロ野球スピリッツ2019というプロ野球のゲームのプレイ動画であるとか、あとなんだっけ、政治関係、令和新選組についてあの喋ってるもんであるとか、 NHK から国民を守る党のことについて喋ってるものであるとか、ね、あのそういう動画もございます。いろんなことやってるんですよね。別に、ね、道路の撮影専門の動画ではないんですよね、私のチャンネルは。まあ、あれこれ手を出してるんで、ちょっとセオリーには反してるんですけどもね。 YouTuber の人たちはもう専門的にチャンネルをやって、あのいろんなことせずに、あの独自性と専門性で勝負されてるようなんですが、私の場合ちょっとあのいろんなものに手を出しております。はい、で本日現在119名なんですが、一応 YouTube のあのラインというか線引きがありまして、チャンネル登録1000人以上、そしてあの再生時間が4000時間を超えないとあの YouTuber として認められないんですね、あの YouTube の方から。なのであのCM というか広告もつかないので、あの1円もお金もらえないというかね、まあ、別にあの1000人を超えて4000時間超えて、そしてあの CM 貼り付けてそれがまあ再生されたら、あのいくらかお金入ってくるんでしょうねみたいなことで、まだまだ先は長いです。私の目標はだからあの1000人超えるっていうのが目標なんですが、まあ1年ぐらいやってきて100人ぐらいなんで、このペースでいくと10年以上かかんのかなみたいな、ちょっと難しい、まあ、無理なんじゃないかなみたいなことで、まあね、あのお金稼ぎっていうつもりであのやっていけるとは思っておりません。まあ思っておりませんが、ちょっと励みにはなりますので、チャンネル登録とかあの高評価もしよかったらしていただけるとあの嬉しいです。まあ、嬉しいこともね多少ないと続けていきにくいかなみたいなこともありますけど、はい、ごちゃごちゃ言いまして、頭があんまり回っておりませんが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。動画この辺で終わります。ありがとうございました。32分か、長いことやったね。失礼します。